水や牛乳ジュースのような液体の量を表す傘を勉強しましたそしてこの傘を表すときには新しい言葉単位のリットルっていうのを使ったよねリットルっていうのを使いました一リットルってい,い,いうのはこの大きな牛乳パックやスーパーで売ってたりするよねこのジュースのパックこれが 1>, 1リットルの大きさになります。それじゃあこの1リットルの牛乳パックを使って今度はもうちょっと実験をしてみましょう。ここに1リットルの容器を用意しました。まずは実験1です。この牛乳パック1リットルのパックです。この牛乳パックをこうやって斜めにして。 とことこと牛乳を入れていくとどこまで入るでしょうこれは簡単やねこれは1リットルの牛乳パックでこっちらも一番上までいくと1リットルまで入るのでとこ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 と全部入れるとすごい量の牛乳やねここまでうわあふれるあれるっていうところまで入るはずやな 1>, 1リットルいっぱいになります。1リットルの牛乳パックです。でね。それじゃあ今度は2つ目の実験、二つ目のお話です。今度は牛乳パックじゃなくて、こっちの小さなペットボトルにしました。これには変わらず1リットル入ります。それじゃあ今度はここに入っているジュースをこの容器に 入れた時注いだ時どこまでジュースは入るでしょうどこまでで入るでしょう。これ前の動画でも少し話したんやけどちょうどこのペットボトル小さい1人用のペットボトルは1リットルの半分になるんです半分ってどこかって言うとこの長い線のとこへねここまで入るんですわっと。 この小さいペットボトルやあとはコンビニとかで売ってるなんか小さいペットパックがあるよねこういうやつは1リットルのちょうど半分の大きさになります1リットルの半分です半分ってもう習ってるかもしれない漢字で書くとこうやね1リットルの半分になりますでも このジュースは1リットルの半分1リットルの半分って言っていたらちょっと長いし言葉が分かりにくいよねなのでこの1リットルの半分とかそれより少ない量でも表す新しい言葉が必要なんです長さの時にもさセンチメートルとそれよりもっと小さいミリメートルっていうのをやったよねそれと同じように この傘でもまた新しい言葉単位が出てきます。なんて言うかというと「弟子リットル」って言います。弟子なんです。師匠、お弟子さん。師匠、弟子って言うよね。なので、リットルの「あ、弟子なんや」と覚えてください。弟子リットルです。そしてこれもまた記号で。 アルファベットを使って書くことができます。まずこの弟子の方は D というのを書きます。こうやね。ちょっと難しいね。もう一回書こうか。えっと、こっちらに書いとこここに丸を書いて、こうです。丸を書いて、こうです。まあ、ひらがなのムーみたいな感じかな。えそしてリットルの方はそのまんま。 こののってていいい。うを大文字で書いてくださいこれでデシリットルと読みます。なので、例えば2デシリットルやったらこうやね。こう書いてください。ちょっとこのデシっていうのが難しいと思うので何回か練習をノートとかにしておきましょう。新しい言葉デシリットルです。それじゃこのデシリットル 1デシリットルはどれくらいになるんでしょう ?1 リットルっていうのはちょうどここにいっぱい入ったら1リットルやねこれはそれじゃ1デシリットルこれ計算でよかったな1デシリットルはどれぐらいかっていうとこの1リットルの容器でいうとこのメモリ1つ分なんです今青で塗った分 これの量が 1dL ね。それじゃこれ1リットルの半分ってペットボトルを言っていましたけどこれは何 dL 何トルでしょうかまずここで 1dL やね。メモリ1つ分です。そして ペットボトルはここまでなので長さの時と同じように数えたらいいよね一デシリットル二デシリットル三デシリットル四デシリットル五デシリットルやねなので,すですさっきのこのペットボトルっていうのは一リットルの半分って言っていましたんやけどこれはイコール等しいですよ同じですよと五デシリットルになっていましたんですなのでこれは 5デシリットルジュースが入るようになっていたんやね。それじゃもう一つ。この1リットル。今一つのメモリが1デシリットルでここまでが5デシリットルやってんな。ここのメモリまでが。それじゃあ1リットルは何デシリットルでしょう ?1 リットルは何デシリットルでしょう このの一番上メモリまで数えてあげたらいいよね。ここまでが5デシリットルなので6デシリットル7デシリットル8デシリットル9デシリットル10デシリットルです一番上まで行くとメモリが10個あったのでここまで行くと10デシリットルになったんですそれは さっきの牛乳パックを全部入れた時と同じ大きさになるんやねつまり何が言えるかっていうとこういう決まりがあります新しく出てきた言葉単位デシリットルっていうのは10個10メモリ分集まると1リットルと同じ大きさですつまりそれを式にしてあげると 1>, 1リットルは10デシリットルになるんやね1リットルと10デシリットル目モり10個は同じですよ和っていうのは同じって言うんよね1リットルは10デシリットルですよという決まりになっていますこれはすごく大事です新しい言葉傘を表す言葉デシリットルっていうのを 勉強しましまた。そしてこのデシリットルは10個集まると10デシリットルになるとちょうど牛乳パックと同じ1リットルの大きさになるんです。